さあ続いての決勝種目は男子共通 800m です。本日の予選で数名の選手が全国大会の標準記録を突破しております。さあ激しいレースを期待しましょう。それでは選手をご紹介いたします。1年浅野優輝くん柏第4、2年成田圭くん柏第2、3年東涼河くん牧之原、4年田口優輝くん君津、第5年吉永あどりくん松戸第6、第6年筒井正樹くん富里、第7年松村俊樹くん王子、第8年竹林十和くん東海大浦安、以上の8名によりまして男子共通 800m 決勝のレースがスタートです。スタートしました男子共通 800m 決勝。さあ予選では3レーン4レーン5レーンの3名の選手が全国大会の標準記録を突破、そして1レーンの柏大王の浅野くんが通信大会で突破をしております。さあ非常にハイレベルな争いが期待できます。男子共通 800m 決勝、さあ先頭に出たのは王子の松村くん、さあついているのは君津の田口くん、そして東海大浦安の竹林くん。 400m の通過は59秒。さあここからだ。全国大会の標準記録は2分01秒50。さあみんなで突破しよう。さあ間もなく 600m の通過、1分29、30、31、1分30秒での通過。さあここからのペースが上がれば、さあみんなで行ける夢の愛知へ。先頭牧之原の東くん1分50。さあ柏大王浅野くんリード、そして牧之原の東くん1分58、59、2分1、2。先ほど終了しました共通女子 800m 決勝の結果をお伝えいたします。プログラムは56ページ1着5レーン斉藤結香さん増穂、時間2分11秒80。この記録は大会新記録です。2着6レーン千葉みのりさん調子第6、時間2分15秒69。3着1レーン谷藤千夏さん怪人、時間2分15秒70。4着2レーン上田涼香さん。